芥川博士は日本の俳優、演出家。東京府東京市滝野川区田端出身。作家、芥川龍之介の長男。母は海軍少佐の塚本善五郎の娘、文。妻は龍之介の次子、久の長女で重子にあたる芥川ルリ子。三人兄弟で、自帝、高氏は第二次世界大戦中、22歳でビルマにて戦死。マッテ。 安氏は作曲家。名の由来は、龍之介の親友、菊池博氏の名の読みを万葉仮名に当てたもの。ちなみに、高氏は、小穴隆一の、高氏から、安氏は、常と安氏の、京から取られている。1926年、東京高等師範学校付属小学校に入学。同級に、宮沢喜一がいた。1932年、同付属中学校に入学。 在学中から、シングや岸田国史の儀曲を読み、15歳の時、お察しくださいと題する儀曲を、付属中学の交友会誌、切り影会雑誌に発表。学芸会では、ベニスの商人や武者の工事サネアツの芝居を演じる。1937年、慶応義塾大学余科に入学。1939年、同余科から文学部仏文化に進学。 演出家女優、長岡照子や劇作家、加藤道夫たちと新演劇研究会を結成し、学生演劇活動を始める。その傍ら、鈴木徹る主催の詩詩、山の木の同人となり、黒柳茂雄や沖博一郎という筆名で詩や翻訳を発表。この頃、堀田義恵中村慎一郎、白井幸治、福永武彦、加藤修一、 白井健三郎、小山正隆たちと知り合う。当時、東急東横線の通学電車の車内で、女優姉妹のジョーン・フォンテーンとオリビア・デハビランドに、たびたび乗り合わせたという。演劇活動の傍ら、佐々木模作の配慮により、食卓として、短期間分娩春秋社に勤務。太平洋戦争勃発のため、慶応義塾大学を繰り上げ卒業し、講師幹部候補生として、 群馬県の前橋陸軍予備士官学校に入校。卒業後の陸軍少尉時代には、帝国陸軍有数の本土、防空戦闘機部隊として、有名な東京調布の飛行台244、戦隊の整備隊本部府として勤務し、敗戦時は陸軍中尉として、滋賀県神崎軍、味園村の神崎部隊三谷隊にいた。1945年、 神奈川県藤沢市鵠沼の母の実家別荘に疎開していた家族のもとに復員した直前に三女の芥川京子が誕生していた鵠沼では林達夫らと交流し1946年夏林の主催する市民向け教養講座鵠沼柿自由大学で加藤夫妻と共にチェーホフの熊を上演している クンゲノマには1949年まで滞在して、上目黒に戻った。1947年、演出家、女優、長岡照子、加藤とその妻で女優の加藤春子らと共に、麦の会を結成。1949年に、麦の会は文学座に合流し、以来文学座の中心俳優として、または、加藤道夫作、なよたけなどの演出家として大成する。 特に1955年のハムレットの主演は今なお伝説として演劇史に語り継がれているほどの絶賛を発す。気候し、ハムレットの異名を持った舞台のほか、ラジオドラマナレーション、映画、テレビなどにも数多く出演。1963年、中谷昇、小池朝尾、岸田京子、上山茂、高木人志らと共に文学座を脱退し、かつて ハムレットの演出を手掛けた福田アリを理事長とする財団法人現代演劇協会を設立協会付属の劇団雲でリーダーとして活動する。1966年には NHK 大河ドラマ源義経で源頼朝を演じた。俳優業の傍ら演出家としての才能も発揮し、1974年 スカパンの悪巧みの演出で芸術戦昭文部大臣賞、泉強化の儀曲、渡辺別荘の演出で文化庁芸術祭優秀賞を受賞。やがて名優であった福田と劇団の運営方針をめぐって対立。1975年には高木人氏、中谷、岸田、神山、中村信夫らと雲を離脱し演劇集団演を創立して代表に就任した。 しかし、若い頃からの持病である肺結核が悪化していて、入退院を繰り返し、期待された縁での仕事は、1978年の強化の夜叉ヶ池演出のみに止まった。1981年、療養中だった目黒区内の自宅にて死去。去年61。ありがとうございます。